皆さんどうも、箱根写真部職です。ちょっと、レジェンドガチャの引き続きます。クライフ欲しいんですよね。なんか、VS コンピューターでレジェンドガチャしてるのが1枚でブルーインチもらいまして、デスティーノもいいな。あ、とは、外れか。で、パルメラスアカウントからいきます。右足？いや、これはいらんな。怖い。どうなんでしょうか。ドゥン、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 ドゥン。デルピエロ、あ、そのデルピエロ打ちましたね。いや、若いな。髪短いデルピエロか。20、え、何歳？強いな、レベル1でも。いや、デルピエロ強い、最高、当たりだな、これ。強くしよう。で、次、続きまして。なんだっけ。なんだっけ。死ぬやかんできます。左足？いや、これ、まあ、微妙、伸びからか。伸びからどうなんですかね。いや、いいんだけど、なんか、ね、サイドバックつかないんだよな、人だから。でも、潮井前、めちゃくちゃ、伸びそうなんでしたっけ。続きまして、2番目のペニアカウントいきます。ドゥン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 、どうなんですか。これ全くリエロか。これリエロ、いや、でも背小さいやん。ロマリオか。あ、ロマリオいいんじゃないの。いや、2020初めてロマーニョゲットしたの。2019時よく使ったんですけど。いや、ロマーニョ、いいんじゃない。それマイケル・オーエンとかって、今回出てこないですかね。いつになってもオーエン来ないけど。いや、ロマーニョ、いいんじゃないの。あ、これスパサムとか入れたら最強。ロマーニョ来たー。ロマーニョ使えるのかな。ロマーニョ強いですかね。じゃあ、終わります。失礼します。結果は、デルピエロ、ロベカル、ロマーニョの3対3アカウントでした。それでは、失礼します。また、あ、また携帯鳴ってる。